今月がちょっと昇りかけてきたんでね、ちょっと撮影しようと思います。やばいぞ、超綺麗だった。おー、なんかすげえ、もうめっちゃ登ってるんだけど。このビデオを撮りに行く1分ぐらいで、見えるよ、映ってるよ。クレーターで見える。クレーターはこれ今倍率一番ちっちゃいやつだ。そうなの。ここからほら。大きいのにすればいいの。倍率大きいのにすれば見えるんじゃない。昨日がスーパームーンだったりして、今日の方が一番近づくんじゃない。昨日より今日の方が大きく、今日はですね、スーパームーンということで、飛び道具をお母さんが用意してくれました。これですね、スーパームーン。本当のスーパームーンってなんか午前中だったっぽいね。天体望遠鏡、本当に地球に近づいたの。これでですね、こう見るとですね、映るかな。俺撮って、中の撮ってか。桜くんに撮られてしまいました。どこら辺だっけ。ずれてるわ。これずれてるね。ずれてる。違う。調整する。見るときはですね、上から見るんですね、これ。ちょっといい、そらくん。早く。レンズがですね、こういう風についてるんですね。これが方位磁石。これが方位磁石で、この後輪上にくっついてるちっちゃいやつはですね、これでまず大体の位置を合わせるの。そう。これが倍率レンズです。レンズがなんか30倍と20倍、2つついてます。これあと40倍です。でも私が見た感じですね、こっちのビデオカメラの方がでかく見えますね。これ今何も映ってないのかな。ちょっとどんどん上がってくる。これさ、欠点がさ、ここチョンってされるところ、ずっと入れてんね。これプラスチック製だもんね、三脚が。やっぱダメだよね、ズームしてる時は全然ダメだよね。これ見てください、この茶太郎がですね。君もお月様見てんの？うん？お月様どうですか？お月様嫌がってるね。ライト眩しいんだよ。こっちの方にもですね、もう一匹黒猫が黒猫のクーちゃんがここにいますけど、泣いてるよ。あっちの方にはお月様が見えてますけど、ちょっと今雲がかかってますけど。え、今雲かかってないじゃないですか。かかってないですね、ちょうどいいとこです。こんな感じですね。もうちょっとしたら雲にかかっちゃいます。茶太郎どうした。うん、それは危険でしょう。あ、もうなくなってしまいました。天体望遠鏡がこっちの方の椅子に移動してますね。ちょっとどんどん。これはやっぱり三脚とさ、あれだよね、本体が良くないな。この形はいい。うん。俺に撮らせて。こっちはどうなの。こっちは肝心の。あ、動かないで、今ちょうどいいところになって。これでもあんまり大きく見えないね、これ。うん。これが最大。最大。40倍。そしたらこっちの方が綺麗に見えるね。手ぶれしてないね。うん。すごいね。
電線が邪魔になってる。様子のカメラのね、中古でも買おうか、あれ中古